はい。それでは科学の授業を始めたいと思います。本日はセンター2013年の問題ですけれども、うん。なるほどね。またまたこれまた皆様手薄な可能性のあるヘリウムネオンあるもンね、うん。みんなまとめて気ガスじゃないですかというね。まあこれらに関する記述として誤りを含むものね。これをそう。 以下の中から選んでくださいねと、うん。なんか出番少ないじゃないですか、この人たち。ごもっともというね。話になるので、まあそれだけにね、やっぱり向こうとしても出したがるわけですよ、とね。いう話になりますので、まあちゃんとね、盲点はないのかという。まあそこら辺をこの問題通じて確認してってもらえるといいな、というお話です。えー、というわけでそう、見ていきましょうかね。 まず1ですが、これらの機体はいずれも空気より軽いね。うん、なんですけど、これね、あるもんの,の原子量ね。なも覚えてねえよと。なんで書いてくれてないんだよとね。失礼いたしました。意図的に取っちゃいましたというね。うん。それは間違いないんです。間違いないんですけれども、いやね、これ、例えば、まあセンター試験もしっかりですしね。あと、 他の大学入試問題なんかでもそうですけれども、まあ大体そう、原子量ですよとか、あの、アボガドウ数であったりとかね、ファラデー定数であったりとかね、なんかいろいろあるんですけれども、冊子の一番最初にダーンとまとまってますとかね。まああんな感じで書いてあったりするわけだ。で、別にこれ計算問題でも何でもないじゃない。判断できたらいいだけじゃないというね、話になってきますので、そういった時にまでさ、 こいつらの原子量はなんだ、ピラピラピラとかね、やってる間に、周りの人たちはガンガン先まで進めてますよというね。そういう現実がありますからそう、親御法なんでは何も書いてないのはね。ちゃんと判断できてくださいな、原子量なんて与えてなくてもという、そうやね。で、それでもってそう。まあ、現代の周期表というのは、本当はそう。原子版を順に並んでいます。 重さの順で並んでいるのは、それはあの、メンデレーフが最初に作ったものですからね。だけど、ごく一部ちょこちょこっと逆転がある程度であって、基本はそう、重さの順、原子量の順で並んでいると言って間違いではない。で、それでな、アルゴンはだからさっきも言った通りで、あんまり見ないじゃないですか。アルゴンの原子を使った計算問題でてやったことある障害というね、まあそういうレベルだとは思いますよ。ですけど、そう。 アルゴンの左隣には CL の塩素の原子があるじゃないですかとね。で、それはしょっちゅう使って計算するでしょって話で、もうあれの時点でそう35.5とか言ってんですから、で、それで結論からやっアルゴンだと40になるんですけどもね。うん。ですがそう。空気の平均分子量ね。まあこ、こでもそう。窒素対酸素が4対1ですよとね。 まあそんな感じで計算はできるんですが、さあ計算しようぜとか言ってたら、やっぱり周りの人たつは次の次の問題ぐらいまで解いてますからね。というわけなんですよ。大体29。まあ文字通り計算すればそう、28.8とか出てくるわけなんですけれども、実際のところはね、美容のあるもんだって含まれているわけですからね。まあ29で覚えておいてもらった方がいいでしょうということなんで、まあ圧倒的に あるものの原子量の方が上回ってるじゃないですかという、そこまで判断できればいいよということで、なんだ、いきなり間違いじゃないですかという、そういうところです。で、それから次、2番ですが、うん、はい。これらの機体ね、というのはそう、いずれも無色ね、うん、無臭であると、うん、言っているわけなんですけれども、まあそう、無色はいいとして、 まあそう、無臭というのだって、何にも化学反応しない結果ですよという。まあそこら辺は思ってもらえるといいです。で、あとそれから次、3ですが、いずれも単原子分子からなるということで、まあそうなんですよ。これはたった1個の原子なんだけれども、それでとっても安定な電子配置をしていますから、 わざわざ他の原子と結びつく必要性が何もないわけだな。だからということでそう、単原子分子として存在しているのですよという。まあそこら辺にご注意ください。で次、4番ですが、うん、いずれも反応性に乏しいね、うん。まあそうです。非常に安定ですから繰り返しますけれどもね。化学反応する必然性も何もないわけだな。 あれだって要するに持ってるエネルギーを下げるために行っているのが自発的に起こる反応ですからね。でもまあね、この辺選ぶのも理由はあって、なんかちらっと聞いたことある人もいるでしょうけれども、あの、キセノンあたりですとその復活キセノンとかね、化合物も作らないわけではありませんので、まあそこらは興味がある人は主に大学入ってから勉強してくださいなということにはなりますからな。で、それから次ね。5番。これらの中で、 沸点が最も低いのはヘリウムであると。知るかよとね。なもん考えたことねえよと思うかもしれませんが、これ別に一般論的な話ですからね。あの、気がすがなんちゃらで決まるわけではありませんから。つまり、ヘリウムというのはこの3個ある中で、周期表で一番上に位置するじゃないですかというね。話になってきますから、 原子量最小ですよとね。で、それでもってそう。まあ、これもまた語弊があるっちゃあるわけなんですけれども、まあ、気がスの場合にはさっきの3番あたりでもあった通りですが、原子かつ分子ですからね。だから別に分子間に働くと言っても間違いではありませんけれども、そのファンデルワーズス力ね。どんな分子にも働くファンデルワーズス力。これも小さくなってしまうのですよという。 話になってきて、重視感の引き合う力が弱くなれば、沸点だって下がっちゃうじゃないですかというね、ことになりますので、これはこれで正しいのよというところです。で、それから次ね。うん、さっきこれもな、この辺の平均分子用がなんちゃって言っちゃってますけど、これらの中で空気中に最も多く含まれているのはあるもんであると、ね、いうわけなんですけれども、 うん。はい。まあ厳密にはこの乾燥空気というべきですけれども、この中にそう、だいたい1%含まれているのがアルゴンですよとね。で、それでもって、まあネオン、アルゴン、その他も、あして、ヘリウム、ネオンね。その他のものもですが、これは本当にね、空気中の微量成分もいいところというね、話になってきますので、 あるもんだけがちょっと位置づけが特殊なんですよという。まあそんなあたりは正しく認識しておいてくださいねというお話になります。な、そんな感じで一通りですけれども。いや、だからね、なんか特別コミった話は出てこなかったじゃないですか。だから繰り返しになりますけれども、特にそう、化学反応するわけでもなしね。あの、化合物作るわけでもなしっていうね。 あ,あ、化合物ところがそう、同じ原子同士で2原子分子、3原子分子とかそういうのさえ作らないんですからね。だから大して出せることがないじゃないと。だから、なんだかんだと言ってこの5番みたいな一般論的なところから出していきたいとかね。まあそういう問題もありますので、なんだ嫌な奴らが出てきたとかね。なら、あの、言ってる場合ではなくて、しっかりと冷静に選択肢を見ていけるようであってくださいなという話になります。 じゃあ、そんな値で本日もお疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ,あ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。